どうもめちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、青森山田がね、夏ねちょっとね、厳しいんちゃうんかっていう、ね、話をね、まあ選抜ね明日はないんで、ちょっと休養日ということで、まあ普段通りのね、まあ動画ということで、ちょっとまあ選抜も終わって、一息つく前に、まあね今一日休養日ですから、この選抜終わった後ねどうなっていくのかっていう話よりかは、この青森山田がね、甲子園でね、広陵も倒してめちゃくちゃね強かって、まあ今日負けてしまったんですけど、まあめちゃくちゃ強豪のね青森山田がね、これちょっと夏、厳しいんちゃうんかっていうね話をねちょっとしていこうかなということで、これね青森山田といえばほんまにね、今大会もうめちゃくちゃね、強くて、広陵のね高尾くんっていうね超高投手からね、逆転ね5点取ったんかな、取って、ほんまにちょっとやばいぞってなってたんですけど、これね意外とね、こういうね春ね活躍したチームって意外とね夏出れないジンクスっていうのがちょっとあって、だからね、まあ今年のこの春のね選抜ね、まあ勝ち上がったチームもね、まあ他にもね、甲子園で出れないチームいっぱいあるんですけど、この青森山田ね、ちょっと割とリアルね、夏厳しいなということで、もっと詳しく言うと、まずね、夏ね、この青森のやっぱり恐ろしいところは、八戸光星と青森山田、どっちかは絶対に出れないんですよ。だからね、そう思うとやっぱりこの青森って、レベルもちろん高いですけど、ここのね、2校がね、ちょっとズバ抜けすぎなんで、ほんで、なかなかね、じゃあ八戸光星に勝てるのかって言われると、まあ、実際に勝って1勝1敗でね、まだどっちがね、夏勝つかね、わかんないってところなんですけど、やっぱりね、夏になってくると、やっぱ大事になってくるのって何かっていうと、やっぱ投手力なんですよ。ってなった時に、どっちの方が上かって言われると、やっぱり、青森山田の方が投手力で言うと劣るんですよね。八戸光星の方が荒井大君に、岡本君に、投手陣で言うとなかなか上。で、バッター陣もね、まあ、青森山田確かに触れてるんですけど、やっぱりそれ以上にやっぱね、八戸光星のやっぱね、投手陣から打てるかって言われたらね、なかなかね、厳しくなってきますし、やっぱりね、一番は、この青森県内で、やっぱりね、初戦とか、2回戦、3回戦とか、こう、いろいろあるんですけど、やっぱりね、勝ちやすさっていうのがあるんですよ。で、これね、正直な話、公立高校とかが、140後半のね、球を打てるかって言われたらそうじゃないんですよ。だから何が言いたいかっていうと、その、青森県の試合を楽にね、勝ち進めないのが青森山田なんですよ。で、八戸光星とかは楽に進めますし、ほんでやっぱり、青森山田の方が名前が上がってしまったんで、やっぱその青森県内でも、他にもね、まだちょくちょくね、強い高校いますから、そういうチームがやっぱりね、青森山田をね徹底的に、ね、マークすると思うんですよ。だから前までは、青森山田ってそんなにねマークされてなかったんですけど、もう徹底的に、ね、偵察された後に試合をしないとダメってなってくると、やっぱりねなかなかね勝てなくなってくると思うんですよ。ほんでやっぱりね采配とかもやっぱり夏になってくるとね、もっとこうシビアな、1個の采配でね、負けるとかがねあるぐらいですから、だからその采配ミスもね許せないってなった時に、やっぱりこの青森山田はちょっと野球がね、やっぱそもそもね、めちゃくちゃね、ポテンシャルがある選手多いんですけど、やっぱ基本的にね、ちょっとね、チャラいんで、雑なエラーっていうんですかね、その思い切ったエラーとかじゃなくて、こう雑にね、こう、チャラく、パッてね、なんか手だけでいったエラーとか、しっかり、こう両手取ってたらアウトのところを片手でエラーするとかね、そういうね、こう、夏やったらそこで絶対ね負けてしまうようなねことをね結構ねしてしまうね、チームなんで、だからそういう意味でやっぱこう徹底してるねチームにはなかなかね勝てなくなってくると思うんですよ。っていう意味ではやっぱりねちょっとこう厳しいのかなと、夏ねやっぱりこの選抜出場校ってやっぱりもうほぼ大半ですけど、やっぱりこう夏までにねものすごいね、この今の甲子園出てないこの甲子園を見てる子たちってものすごいねこの時点でハングリーをね、埋められるんですよ。うわ甲子園ええな、羨ましいな、甲子園俺らも出たいな、で夏で、みんな仕上げてきますから、やっぱその甲子園出れてない組のね、やっぱりこの追い上げっていうのがすごいですし、やっぱりそこにね打ち勝っていかないとダメってなった時に、やっぱりこう
青森はまだ次はね、もう、じゃあ青森のほぼ、もうみんなが、青森山田を倒そうとね、必死にね、対策練ってきますから、だから選抜出場校で、やっぱり結果を残したチームっていうのはなかなか甲子園出れないってことで、ちょっと青森山田はね、厳しいっていう、なおかつそこにね、八戸高専もね、おるっていうね。だから青森って、ほんまに、気づいたらめちゃくちゃね、激戦区に、なってるなと思いました。はい、まあ、ね、その桜田くんが覚醒したり、選手がみんな覚醒したりしたらね、わかんないんですけど、今の段階で言うとやっぱり夏はね、ちょっと厳しいのかなと思いました。まあほんまにね、選抜ってね、やっぱりその代表みたいな、その県の代表とかめちゃくちゃえぐいね、チームがね出てる感じをね、まあ世間的にもねみんな思うんですけど、選抜イコールも勝ち上がってきためちゃくちゃね強いチーム、だからあの夏も大体そんなチームが出てくるなって思いがちですけど、春と夏では戦力なんかもう180度ちゃいますし、それこそね秋と春でこんだけ違うんですよ。秋強かったチームも一冬超えたら弱なったり、またね、秋多かったチームもね一冬超えたらね、上村みたいに、強なったりね、そういうことがあるんで、だからそういう意味ではやっぱりね、何て言うんですか、その強いチーム弱いチームうんぬんはあるんですけど、このね夏まだ全然ね、名前も聞いてないような、ここのチーム強いんかどうかわからないようなチームがね今ね、着々とね、力をねつけていってるんで、だからこの春がね、全てやとね、思わないようにと、やっぱりこのね、青森の、それこそ八戸高専でもない青森山田でもないチームっていうのは、逆にこの2校を倒したらものすごい名前がね上がると思って、それもめちゃくちゃ上がるじゃないですか。もう耐久でした、田辺か田辺高校なんて、一若と、一面岡山を倒して、ほんで甲子園出てきてるじゃないですか。もうそれだけでねめちゃくちゃ名前とかね上がったと思うんですよ。だからそういう売名とかも込めると、やっぱりねなかなかね、そんなやっぱハングリーなやつらを打ち崩せる能力があるのかとか、打ち崩せるね、なんやこう選手層とか、まあ、今のね段階で言うとやっぱ低反発バットにもなりますし、やっぱりその140超えてくるピッチャーとかやったら、やっぱりその、ね、愛知ピッチームの公立高校とかでも打てないんですけど、やっぱりねそうじゃないピッチャーたちなんで、やっぱり意外とね打者とかもね打ってくるんで、だからそこ相手に力でねじ伏せれるのかなって思った時に、ちょっとね、この夏、厳しいんちゃうんかなと。またね、そのね春も始まってないのに夏の予想とかね思ってる人いるかもしれないですけど、ほんまにね高校野球はねこの4月終わってから夏までの、夏始まるまでの期間っていうのを、僕たちが思ってるね3倍の速さなんで、だからもうこれぐらいでね、予想するのがね意外と、もう早いぐらいってか、もう遅いぐらいになんちゃうんかっていうぐらいね、夏回ってくるのは早いですし、ここからは、ね、野球のシーズンなんで、はい、まあ、だからね僕が言えることは、この青森山田っていうのはあんまり注目されてこなかったんですけど、もう今回のね、こんだけね勝ったことによって、やっぱりその世間的にも、他のチーム的にもね、絶対倒したろっていうね気持ちで来るんで、今までみたいにこう軽い気持ちではなかなかね、勝てないっていう話でした。はい、ということでね、皆さんが思う、青森で、まあ、出てくる高校とか、ここのチームちょっと選抜厳しいんちゃうんかとかね、そういうのがねあったら、ちょっとねまたね、コメントお願いします。なんかほんまにね僕から言えることは、この春と、夏で、まあ、この選抜終わってからこの春帯で頭角をね表してくるチームってほんまに出てくるんで、このチーム低反発になったらめちゃくちゃ強いやんとかね。だからね、この高校野球はね、この選抜が、まあ、今、準決、次準決勝で、次決勝で、こうあると思うんですけど、全然ね、このデータがね、当てにならんぐらいの、ものすごいね、試合とかがね、いっぱいね、まだまだね、続くと思うんで、だからね、その都度ね、皆さんね、また、データとかね、いろんなね、高校のこいつえぐいとかね、あればね、ぜひね、コメントしてくださいということで、まあ、ちょっとね、もう、春の僕の中に優勝候補の山田ですら、青森山田ですらね、夏出るのは厳しいっていう話でした。はい、ということで皆さんの、
意見はぜひコメント欄に。それではお疲れ。